もともとはビートルズのフォロワー的なスタンスで、ビートルズをもうちょっとハードにした感じでも、メロディーはポップなところからスタートした、まあちょっとアイドルチックな要素もあったチップチュイクですけど、今や大大御所ですよ。You got it going on。 そしてそれに続いて聴いてもらったのはニッケルバックです、 Feed the Machine。 先月世界同時リリースされました9枚目のニューアルバムのタイトル曲ですね。もうすっかりアメリカではビッグアーティストの一つに数えられるニッケルバック。もともとオルタナティブなスタンスから出てきましたけども、おい、あの頃のオルタナティブは今はアメリカのメインストリームという感じですかね。チープトリックが9月に行うカナダの会場でなんとサポートアクトを務めるということでございましてね、まあ、若い方たちにはニッケルバックの方が断然ビッグに感じると思いますけれども、彼らにとってもチープトリックはレジェンドなんですね。そしてそれについて聞いてもらったのは、まあ、インディーロックの王と言ってもいいでしょうか、アーケードファイヤー。今月28日に世界同時リリースされる4年ぶりのニューアルバム Everything Now から聞いていただきましたけどもね、まあ、インディーロックバンドとして数年前に衝撃のグラミー賞アルバムオブディーヤー取ったの覚えてますでしょうか。僕が初めてグラミー賞を見に行った時に、アーケードファイヤー絶対取るよな、でもこれ系にアルバムオブディーヤーグラミーくれるかなって言ったら当たったんですよ。マーバー系、70s ロック、プログレ、90s 系のオルタナ、そしてダンスミュージックを取り入れた作品をですね、着々とこう出しながら、それでもやっぱりインディー感みたいなのはね、全体から失われていないのが、このアーケードファイヤーの素晴らしいところかなというふうに思います。じゃあ続いては、またまたこの映画の曲をやっちゃうんですね、ファレルです。Cause we feel this.
All the love we had lost.